あるホストクラブに、それはそれはかっこいい龍馬というホストがいました。龍馬はいくつもの指名を取り、ありとあらゆる女性を彼を指名しました。ある日、一人の当馬が彼を訪ねてきました。彼は当馬に目もくれませんでした。龍馬は当馬のポテンシャルに気づかなかったんです。たちまち当馬の姿は金髪の美女に変わり、おねえ言葉と一緒に彼に呪文をかけました。アブラカダブラ、驚いた時にはもう遅く、龍馬の姿は醜い野獣に変わりました。当馬は言いました。いい、あなたを本気で指名してくれる人が現れるまでその姿は戻らないんだから。本日も営業が始まりました。さて、彼はどうなってしまうのでしょうか。お客様ご来店です、いらっしゃいませ。レオ君ありがとう。じゃあそこで待ってなさい。さあ、ああ、なんて美しいところなんだろう。いらっしゃいませ。あら、すごい声のかっこいい人が。誰だろう、誰だろう、めっちゃブサイクやん。誰、なんて美しい女性なんだ。ブサイクなの、あなた。あなたのお名前をお伺いしてもよろしいですか。神子と申します。神子、神子。あなたのような綺麗な女性を私は見たことがない。でも私はあなたのようなブサイクは見たことはありません。なんということだ。怖い。しかしこの気持ちは変わらない。なんて言葉だけはすごい素敵。言葉だけすごい素敵。おい、このブサイクが野獣めや。こいつはホストンじゃない、俺の指名だから。フミトンだ、フミトン。もう決まりだから俺。何を指名したのか。嫌だ俺、フミトンって言うんだけど。嫌だ。指名くれるよね。顔はかっこいいけど嫌だ。この俺の性格ブスじゃん。このつさ、この気持ちを伝えたい。顔はブスだけど性格超いいじゃん。でも私どうすればいいの。そんなグルダン TV のアイラブ、はい、神々の通勤。説明しよう。このコーナーは拍手とかいらないからあんま面白くないし。このコーナーはメインプラスオンリー神太陽の独占企画であり、毎回神がかったアニタク日常的なエピソードを平民に中立にするお告げするありがたいコーナーなのだ。なおまだ神になられてない日が浅いため、視聴者諸君には容赦ない手厳しい鉄槌のコメントで神と戦ってほしい。いわば神太陽のシミュレーション型育成ゲームと言えよう。ということで今週もいきましょう。神々のお告げプラス神の意志を告げるもの。ありがとうございます。今週もやってまいりました。最終日、すごい締め日、締め日、締め日です。締め日ですけど、ね、オープニングだけで50回ぐらいちょっとコメント稼いでる。ちょっと LINE の ID がすごいことになってる。このダイヤはかっこいいんだけど、ありがとうございます。ね、今日はもう何を喋ろうかなと思って、もう5月もね、はい、5月もう、はい、多分死に物狂いでやったと思う。そうですね、あのゴールデンウィーク的なやつあって、大変でしたね。すごい忙しかったんけど、ほんま必死って大事やな。必死は大事ですよ。必死って分かる言葉、あ、漢字、漢字分かります。必ず死ぬって書くやつ。そうやろ。でも、必ずの必ずって、うん、心に一本矢を刺してる。おぉ、深い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 、心に一本矢を刺してる。だから、だから、な、なんやろ。出た、出ました、出ました。またこれ出ました、この感じ。深くないじゃないですか。心に矢を一本突き刺したように頑張りの、死に物狂いで頑張りの、必死で頑張るからこそ結果が生まれる。頑張るしかいい。これがホストの生き方。はい、そういうコーナーでした。みんな必死で頑張れよってことですよね。あ、まだついてる。あのさ、早めに止めちゃってさ、探せって音が間違いない、間違いないです。いや、でもさ、ボリュームがないよね。5人いると大ボリュームだね、これね。ボリュームすごいっすね、やっぱり。一番でかいの真ん中。なんかフミヤが下から
細い細い。フミヤさんついていきます。存在がでかいだけ。フミヤボスみたいになってるからね、この隊列もすごいです。あーそういう感じ、そういう感じ。フミトンやめて、フミトン。やばー、なんの最後はいつー締めを打たぞ。フミトン負けないぞ。はい、茶番、茶番なんですけども、なんかやろうよ、あれ。あれはい、早速いきますか。いつも、いつも行く。じゃあ、いつもの iPhone X 紹介からいきたいと思います。はい、よーしゃー、お願いします。今日は声が大きいよ。いやじゃあ通る通る通る。さあ行きましょう、 iPhone X 紹介。世界最大級の放送数を誇る iPhone X では、あなたのご来店を心よりお待ちしております。よっしゃー。世界の店内、歌舞伎町唯一の7バンドで社交ダンスできるのはこの iPhone X だけ。ここだけやで。10代から50代、新人からベテランを務めているのも iPhone X の強みで、必ずあなたを満足させるスーパーエンターテインメントホストクラブです。わー、スーパーエンターテインメント。うるさいね。そして iPhone X はメディアにも特化しており、豪華アーティストのタイアップ、俺もいるぞ、各種メディアとの出演依頼は後を絶たず、名実ともにホスト界をリードするお店です。さまざまな面で活躍するこの iPhone X をぜひ皆様よろしくお願いします。なんかフィリップいる？初回料金は2時間5000円。おっ、ゼロ金。お一人様につきハウスボトル1本。ブランデー。わ、焼酎。ヒヒ。馬はいません。馬刺しもないです。飲みに割り物が飲み放題になっております。飲み放題。割り物がない。ヒヒ。うるせえな。ちょっと馬の飼育してんじゃん。ごめんなさい。どうぞどうぞ。そしてただいま、こちら iPhone X 公式放送、アイラムをご覧になっている皆様にスペシャルな割引がございます。スペシャルスペシャル。通常2時間5000円のところ、来店時にアイラムを見たと言ってできると、なんと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 ヒヒーンヒヒーン4000円でご案内。ヒヒーン。そして iPhone X 特製グッズのプレゼント。iPhone X のホストになりたいなと向けた新人求人も随時受けたまっております。 iPhone X という圧倒的なブランドを生かして、今日噛むな、すげえ、ステージで一緒に夢を叶えませんか。お前を待ってるぞ。お問い合わせは当前に直接連絡、ライブオッケー、または明日のリンクに求人番号に連絡連絡ということで、皆さん関心のある方も関心のない方も足を運んでくださいね。待ってるぞ。泣くても来いよ。ヒヒー。うるせえな、もう。よっしゃー、行こうよ、もういい感じ、頑張ろう。よし、来たね。馬の飼い主誰だって。カミコです。カミコの馬なの。カミコうっせえ、これカミコの馬すごい泣くね。あなたがちゃんとしなきゃ、しつけができてない、しつけができてない。もう芝居とくね。うん、ケツ。ということでね、もうちょいちょいと入れます。どうしたらいいですか。いや、もう今日はでも時間競ってるからね。うん、あーそうですね、時間ないぞ。急ぎ急ぎで今日はね、もう不動のコーナーがあるって。そうだね。もういいですか、いきましょう。予言の方。あー、僕です。あー、いきましょう。あなたです、ボス。いいですか、はい、いきますよ。こちらのコーナー、フミヤの予言ということで、こちら週刊オーナーになっておりまして、毎週1位、2位、3位、最下位はコメント付き。使い回しじゃないよ、多分型が違うと思う。星座占いの発表になっておりまして、4位から11位はナンバーのみの発表となっております。じゃあ行きましょう、今週のフミヤの予言。ということでね、まあ皆さんに予言を下していこうかなと、僕のこのボスの俺からね。おーしょ、4位からいきますよ。はい、4位、4位、獅子座。いやいやいや、俺だ俺だ俺。最後に俺もだ。お羊座のあなた。いやいや、魚座のあなた。いやいや、もう7位。7位ね。双子座のあなた。8位。乙女座のあなた。第9位。さそり座のあなた。第10位。天秤座のあなた。第11位。ヤギ座のあなた。ということで、なんかうるさくて何って言ってるから聞こえないんですよ。そんな。じゃあ、やりたい放題やりたい放題。3位からね。3位からいきましょう。今週の第3位はダーダン、水亀座のあなた。彼に悩みを相談してということで、密かに抱える悩みやストレスをパートナーに打ち明けてということで、目から鱗の出るような適切なアドバイスを。龍馬の目から鱗じゃなくてコンタクトが出そうだよ。愛という名のエネルギーを補充できそう。危ないですね。うん、なんでなんか、サイドがうるさい。やだしてんかサイドおつけよ、みんな楽しみにしてるんだから。俺が今頑張ってる。俺のターン。メイ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 。第2位いくよ、2位いくよ。第2位いきましょう。第2位はダーッン、カニ座のあなた。うわっ、カニ。うるせえ。どんな時も理性を忘れないで、感情的になってはダメ。何があっても理性的に対処していれば問題が大きくなることはありませんっていうことで、なんかちょっと単位あれですけどね。さ
か行きますか大丈夫ですか大丈夫です。うるさい割に進行するやついないじゃん頑張れよお前ら。闇しかいないんだ。行くよ第一。はい決めれて。うまい、うまいくぞ。第一はこちら、ダン、おいし座のあなた。進まねえな。他の人を好きになるかも。おお、これは新たな恋に目覚めてしまうかも。それやばい、目覚めたやつやな、うん、秘密はやがてバレるので修羅場となる前に判断を下しましょう。結構深いけど、なんかさ先週はさ1位が1位だしっかりしてた。戻ったねやっぱり、ね、戻ってしまった。これは僕のせいじゃないんですけど。じゃあそんな感じで乗り切ってください、はいね、はい、さあ行きますか。今週の最下位、最下位、最下位まで持ってくから行きましょう、ま、今週の最下位はダーダン、イテザのあなた。お前だイテ、イテメロ三流。無意識の束縛に気をつけて。独占欲が強まるとき、知らず知らずパートナーを束縛して関係がギクシャクしてしまう。ギクシャクやね。今週はデートを控え、自分の時間を充実させてくださいっていう。一人一人の方がいいってことだよね。自分磨きってことだよね。そう、自分磨きの予言でした。じゃあ今日はね、後半盛りだくさんで早速 CM の方行きたいと思います。3、2、1、9もう最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、退任の時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。紹介動画あります。こちらお願いします。僕らは一日続いて横一列でスタートを切った。つまずいてあいつのことを見て、あの日のダメな僕、うん、ずっと探していた理想の自分。プロフェッショナルとは優しさが必要だ。強引さ、わからない。前に進もう。皆さん見返してこれ YouTube で。計画性が最初の3秒の返してほしい。こちらのコーナーの説明としましては、はい、毎週ね、あのフミバーは捜査官が捜査して画像を持ってきますと、はい、そちらの画像に基づいて、はい、まあ、画祭で行うんですが、うん、今回は、うん、なぜかジャックされてしまって、あの龍馬がね、あのトップをちょっとなぜかもうそこからサイバーテロされてるみたいな。やっちまったよ。サイバーテロ流行ってるからちょっと気をつけて。フミバーは捜査官、今日はちょっとジャックされちゃったんでもうマイナス1ポイントね。あーやばいやばい。はい、早速じゃあ画像の方があると思うので行ってみましょう。1枚目こちら。ボン、おー、はい、おー、誰だこれは。おー、誰だ、誰だこれは。お前だねよ。ジャックされてる。ジャックされてる。俺が見つけてやったぜ。すみません、
これはすごいカレーだね。ウィンナー4本入ってるのこれ。これはウィンナーとナスとなんか温玉となんかいろいろトッピングで。すごいねこれ。なんか汚いって言われてる。いやこれね、なんせご飯の量がこれ写真じゃ分かりにくいと思うんですけど、900g。やば。1キロにしとけよそれ。1キロ。標準が300だからそれの3倍。豚の餌みたいに言われてる。すごいね。それを20分以内に食べたら僕が奢ってあげるよっていう条件のやつ。なんで食べたの？いや、キツイッスとか言っときながら13分ぐらい食べてます。すげえ。じゃあ、続いての画像、こちら。ドン。これは何？なんだこれは。これ誰だ？これ僕です。誰だ？お前だよ。僕ですね、ごめんなさい。いや、これは最近、いや、僕ハンバーグにすごいハマってて。これ何ハンバーグ？ここは普通のフランス製なんですけど。フランス製なんですか？日替わりランチがすごい安くて、で、このホワイトガーリックソースなんですけど。なんて彩りが少なそうだ。めちゃくちゃ美味しい。彩りが少なすぎるだろ。確かにその魚毎回食べてるだけあるね。緑が足りてないね。緑がもやしとで米もその好きな量大盛り特盛りとかあるんですけど、俺でもさ一番気になるのはさ、ちょっと心なしからぬ人参の薄切りスライス。あれどうなってんの？あれでバランス整えてるんです。バランス整えてない。色はパセリ振っとけ。微妙なところでちゃんと。はい、続いての画像こちら。パン。これはなんだ。これはこれ駅名かなんかじゃあれですか。これうまそう。ひつまぶし。あ、これ僕ですね。お前だよ。やりすぎなんだよお前は。うまなのにいいもの食べてるもんね。地元帰った時に帰ってくる時にひつまぶし弁当。名古屋だもんね。そうです、ひつまぶしが有名なんで。ひつまぶし。そうなんです、ひつまぶし弁当みたいな。うまそうだよ。めちゃくちゃこれ弁当なんですけど普通にうまいんですよ。なんかそのうなぎが寿司みたいな。さあ続いてのこちら。ああ、カニ。まーちゃんこれはすごい。カニしゃぶ丼。誰だこれ。誰。これは僕ですね。お前誰だよ。何言ってんだよ。何言ってんだよ。やかが多すぎんだよ。これすごい。この間食いに行ってきました。はい、次行きましょう。続いてこちら。お、これもうまい。これ誰だ。これ誰だ。これどうせまたレオンだろ。これは僕です。捜査官。ふりふり捜査官。お前か、取ったの。ついに来たか、捜査官。やっぱり食べ出したか。これベーコンステーキ。めっちゃうまそうだよ、これは。サーロインステーキ。サーロインステーキ。なんかちょっと細くない？なんか。うん、うまい。いや、これは厚さはすごいです。なるほど。あと捜査官好みの彩りとね。そう、色合いがまた僕のさっきのハンバーグと全然違う。全然もう。美味しそう、美味しそう。緑が入ってるからね。そうですね、やっぱり。続いての画像あったらこちら。まだ今回多すぎだよ。ちょっと誰だパーラメント。これ俺やね。お前か。これ俺やね。タバコ吸わないでしょ俺。いや、これタバコでちょっと大きさを表してみたの。ああ、なるほどなるほど。これステーキ 400g やねんけど。でかそう。これはもうアメリカの軍人が食べるようなところに行ってきて。でけえ。すごいよこれ。ギザギザポテト俺食べれたの1/3。え、なんか全部残してる。食べ物お前まだ写真あるかな。そもそもするんじゃないの。写真あったら次こちら。まだすごいよ。どんだけお前もうすごいじゃん。もうこれスパイシーチキンやねこれね。あなた食べたね。これ2枚あんねんけど大きさがね。はい、じゃあもう1枚写真こちら。もう1枚ある。もう1枚ないんじゃない。もう1枚ない。うん、あーもうこれ。あーやっと終わった。今回はでも珍しく彼はやってないから。確かに。本当だ。確かにちょっとトンは食べてないやん。食べてない。どうしたんすか。今トンはって言った。今ちょっと豚にかけてトンにするのやめてくれ。ブニ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 。コメントがあったぐらいからね。違う、俺じゃない。俺じゃないと思いたい。さあじゃあ禁断のあちらのコーナーいきますか。禁断の。さあ5人で豚に合わせて料理を褒めろ。いや乗っかってますよ。企画がないからこれやってるわけじゃないんです。これが盛り上がるからやろうと。やっぱりでも今回はね、あのやっぱオープニング皆さん分かっていただけの通り、技術と野獣ってことなんで、あのいいねみんな揃ってね。ということなんで、あの名曲に乗せてね、あれでいきたいと思うんですが、じゃあ誰からいきますか。日本語で。あ、それはもうね、あの貴賓から。貴賓から。貴賓から。じゃあお題はじゃあ貴賓から。貴賓考えてもらって。貴賓。さあ行きますか。じゃあ行きましょう。こちらのコーナー説明しとく。説明いるんじゃないですか。いる、はい、説明いる。あの食事をね、例えばオムライスをあの曲に合わせて即興で褒めるってことですね。例えばオムライスだったら、とろとろで美味しそうみたいな感じで、あの曲に合わせてね、そう料理を褒めてくださいってことで、一番下手だったし、アドリブ力がね。アドリブ力。やっぱり。じゃあ行くよ。さあ行きましょう。一発目、お題は卵かけご飯。なってるんかなこれ。これ聞こえてるんかな。なってる。だってもうちょっとだけ。これ音鳴ってる。これ鳴ってます。さあサイレントでもいいんじゃない。卵かけご飯。あ、聞こえてきた。
醤油をちょろっとかけてほぐして食べる。全然違う、音楽聞こえてないから。もうちょっと大きい方がいいか。卵そんなのだっけ。白身白身合わせて食べちゃおう。みんなで大好き卵。ここまで。ここまで、ここまで。これ今例えなんでね、例えなんで。例えなんで。こんな感じでいきましょうって。一回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 今気づいたけど、このスピード結構鬼畜じゃない。これめっちゃ全然やばいじゃん。このコメントの不評聞こえてね。やばいよこれ。ちょっと例え例えで、まあ音上げたから、まあ音、じゃあ続いていきましょう。続いてな。じゃあ僕行け、行け、行け。いや俺行っとくよ。じゃあ僕いいよ。じゃあ龍馬行くから。はい、行くよ。誰か決めてる。お題はエビフライ。エビフライ、めっちゃ簡単。エビフライ、めちゃ簡単。サービス問題だからね。洋食店、洋食店、揚げたての、揚げたてのサクサク感、衣にデミグラスソース。デミグラス、いいね。タルタルじゃないよ。タルタル、タルタルも。あ、野獣来た来た来た。いい感じ。衣にはなんかいるね。だらね。はい、次行きましょう。どんどん行こう、どんどん。先ほども最後笑っちゃった。もう最後も言いたかった。もう次、今の事故しないうちに俺言っとく、今。これ最後、最後難しいっすね。よし、どんどん来い、どんどん来い。お題は、お題はすき焼き。すき焼き、はぁーとか、そういうのいらない。あ、いいよ、いいよ、歌詞みたいに。ひらぎゅーと、ひらぎゅー、ひらぎゅー、しらたきと醤油ベースが、まだだ、違う、まだ。醤油ベースが合いますね。ちょっとこの曲高すぎじゃない。いや、まあ、女と男ぐつぐつ煮込んで、豆腐もね入れちゃって、ミニなのがすき焼きと人は呼ぶ。ダメだ、このスピードダメ。ちょっとゆっくりすぎて、やばいね、これちょっと。いや、最後の方がいいから。もう、これはもう。サクッといこう、サクッと。はい、いくよ。お題、言ってよ。お題。お題行こうか。お題、僕、言っていいですか。いや、次よ。どんどん行こう、どんどんね。これやばいから、これ。え、どうしよう。さあ、レッツゴー。なんで、カツ丼、カツ丼。カツ丼、カツ丼。カツ丼。あの、はぁーみたいなやってもいいよ。はぁー。合ってない。カツカツと、もうちょっと意味が分かんない。お金がいいか。白い米。白い米。あ、さっき。どんなやね。カツ乗せて、ソースかけて、カツ丼出来上がり。ソース出来上がった。出来上がってからどうすんだ。それ食べて。それ食べて。カツの肉汁がジュワッと米に絡み合う。いや、すげえドヤ顔で言う。いや、でも最後は終わりよ。ドヤ顔で言う。いや、よかったよかった。終わりすごいよかった。あの、終わり一番よかったじゃん、今の。さあ、じゃあ大魔王お願いします。今日は行きましょう、と一緒に。もうスタートで。ダイヤさん、お題よろしくね。お題よろしくお願いします。お題は、頼んだよ、ふみや。もやし炒め。おぉおぉ、ふみや、立て直して頑張って。もやしをね、もやしをね、もやし、いいよ、滑り足いいよ。塩コショウでね、塩コショウで、なんで味付けて、炒めて、
言うなよお前から。なんか合わせたい気持ちになってきた。なんか合わせたい。生姜焼きとか合わせてみたらいいかな。どうだろう、うまそうだ、やっぱりうまかった。僕のあの乏しいもやし炒めがすごい効果になってる。人気入れたよ。いやたまにはね、ちょっと選曲ミスもあるってことで、ね、多分ね。これちょっとミス。いやでもいい感じやん。僕はお題ミスだと思いますけどね。もやし。主任ありますかあれ。やりますか。やりますか。なんとね、なんとね、今日ね。うん、今日ね。先ほどのね、やっぱね、あの魔法解いていかないと、うん、魔法、うん、野獣の魔法解いていかないと。確かに確かに、あ、そう、結局ね、指名は誰だったのかってことだね。今日指名誰だったの、結局指名は。やっぱり心が綺麗な、うん、龍馬。あーあーああ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 あ、俺は、まあ、たまには俺も指名のが好きやね、やっぱり。そうなんで、ね、今日はね、魔法解けましたか。魔法解けました。野獣から戻ったってことね。野獣から戻ったということで、はい、龍馬が龍馬が今日いっぱいで、はい、今日いっぱいで、ね、アイフォン10を卒業するということなんでーす。僕たちからお疲れさんの、ね、シャンパンを一人で飲んでもらおうと思って。やったー、やったー、営業まで今日からなくなるんだったらね、飲んでもらって、まず海水行こうからね。海水行きましょう。龍馬、今までお疲れ様でした。そうそうねえねえねえ、いいよ。お疲れ様、龍馬。ゴッゴッゴーゴッ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 営業前にビショビショ。俺たちこの後仕事やから、仕事で飲まなあかんから、龍馬だけでいい。そう、龍馬なんかあの言い残したことないの。そうだよ、言い残したこと。いやでも、ね、今日でね、もう iPhone 10を ねもう卒業ってことで。いやでもこの1年、僕1年1ヶ月いたんですよ。なんか自分が今までやってきたことと全然違う経験できて、今まで生きてきた中で一番濃い1年、この店で働けてよかったなって素直に。うわー、あーもう素敵。そんな泣いて誰か。そこじゃない、そこじゃない、違う俺がレギュラーで、びっくりしたよ、来週やめんのかと思って、びっくりしたよ、流れ的に、流れ的に怖えよマジで。じゃあ告知がね、まあございます、その中でもちょっと知るまで、来月のね、14日、はい、14、15ね、14、15、iPhone 店ちょっとお休みということで、はい、天気予報になっております。はい、龍馬いないのか、その時にはもう寂しいな、寂しいな。やっぱでも最後は締めてほしいな、龍馬に。うん、龍馬に締めてほしい。頼んだよ。これからも皆さん、iPhone 店、そしてこのアイラバイをよろしくお願いします。まあ、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなグラダンでいいな。アイラバイ、アイラバイ、いい。